昨日からケンちゃんが来とるんだけど、俺に電話するのが筋じゃん。何倍よりは無理でしょ。いや、俺は思うけど、そう思うならいいよ。濡れって言うもんね、しゃあないや、職長は。違う、ないけど、カメラ止めろ、一回チェック止めろ、すいません、やばいよ。まあ、俺はもう納得してね、許さんと思うよ、多分。もう帰ってったぞ、もうやめてけ、言ったで。え、いいよ、ジュリー、お疲れ様です。視聴者の皆さん、はい、昨日から、はい、ケンちゃんが来とるんだけど、まあ、また俺叩かれるけど、あのクソじじい勝手に出てきとんだって。あ、そうなんすか。そうなんですよ。え、でもこの前話してショート電話するわって言ってから喋ってないんですか。事務所で喋ってない。あれどこ撮ったんじゃない。撮って上がりました。あれ本当あのままだよな。そうです。あれから会ってもない、喋ってもないですか。電話かとんだよ、あれ。しかも帰り言っとったじゃん、お前が。なんかもう、もしあったら俺のバーで軽くアルバイトぐらい営業やるって言っても生活大変でしょって。うん。で、まあ、あれだったらドバでちょっとでもやればって言って、うん、ああ浮かべとくわーって、ショーに電話するわって言ってましたね、その時も。そうそうそう。で、ノリ軽いとか言って、お前じゃなかった言ってたの。言ってたよな。めちゃくちゃ適当じゃないですかとか、なんか言ってたね。めちゃくちゃ適当じゃないですかとか、なんか言ってたよな、あれ。はい。案の定だったよ、お前。え、あの、俺昨日ケンちゃんに電話したんだわ、うん、カッパってなったもんね、勝手に出てきてるってなったもんね。あ、それ知って。でドバで、まあ、ある程度生活できるよ。俺もそんな大きい金額考えてなかったから、ドバでちょこっとアルバイトでって言って、10万、15万ぐらいで考えてたの。うん。だけど、まあ出てきて、まあ人気ぐらいの感じで来とるんで、はぁみたいな。なんで来とるんですか。いや、カンタが、もう明日から小屋いいじゃんって言ったもんで、じゃあ別にそれはいいじゃん、関係ないじゃん、別に俺は。小屋いいじゃんって言ったら、じゃあ行きゃいいわけでしょ、うん、だけど俺に電話するのが筋じゃん。まあ行く、そう言って言われたから行きますってぐらいでもね。そうだよな、はい、ああ、じゃあもうカンタにも言われて、あ、まあじゃあ社長、カズノと喋るわって。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。で、カンタも別に知らなかった。まあ別に明日から小屋いいじゃんっていうノリでしょ。だからいつも言っとるノリでしょってことね。それをなんか、多分ケンちゃんも言いづらいもんね、俺。うん。電話しようがったけど、まあまあ俺これ言うとなんかバー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 とかぐらいで、ケンちゃんのことが嫌いとかいいとか好きとかなんか書かれてたけど。まあでもそれは一本電話欲しいですよね。うん。一つ言いますよ、視聴者のさん。嫌いだったらとっくにクビにしようが別に。そうだもん、事故でな。確かに。嫌いとか好きもねえけど、まあ仕事はちゃんとやるんだけど、ただまあドバってさ、できるじゃん、お前も一人でって。お前なんか絶対できんぞ。俺もなんか絶対できんと思うもん。どういうこと、ドバの何かを。じゃあ一人でおって、はい、自己管理能力が低いと、はい、できないの、向いてないんだ。え、ドバでは何をするかがまず分かんない。積み込みとかあるだけだけど、重い重い。毎日コツコツできる、誰もいないところができないんだって。まあ、俺でもできんもん。で、携帯いじったりしちゃうじゃん。まあしんどいってなって、ちょっと休憩しようとか甘いが出ちゃいますね、一人だと。甘いが出るじゃん。まあまあやるならきちんやればいいんだけど、ですね、もう、まあ、10万、15万の世界じゃねえのって俺は思ったんだけど、はい、まあ金額はまあね、別として、まあまあ朝から晩まできちっと入るもんで、まあいくらみたいな、まあ結構な金額なんだな、俺からしら。ああ、言われたら。でもいいのかな、まあ、まあ、ケンちゃんのあれがあるもんだけど、はい、まあ日当、今までの日当よりは下がるんだけど、うん、まあ、今までの日当から3000円ぐらい下がる。うん、それはでかい、ね、お前より給料がいいですよ、何を言うてね。ちゃんとやっとけいいな、俺は別に。だから俺は下がろうかな。だけどもう、まあ、入り口からこれだもんね。腹立つけど。まあ、ちょっと電話の一本くれよって感じですね。そうそう。で、そういうことやるやつって、俺仕事ってほんとお客さんだからってよくそうだと思う。電話がルーズとか、はい、報告がないやつって、お客さんに対しても、民間でも、企業の下上で俺だって連絡がピッピッてするじゃん。まあ今日はケンちゃんに一本食らわしたな。ケンちゃんおるな。どうする、お父さんしかいなかったら。おるよ、おるよ。おい、喋ってるだけだ、金じゃなんじゃこら。2分だ。
お疲れ様です。現場より危ないでしょ。そんなことない。あのさ、ポンちゃんにさ、もう何ローラーとかないの？勉強あるでしょ。帰りや、ポンちゃん勉強ある、勉強ある。いや、ほら、ローラーに行ったら絶対ダメだよ。なんで？汚くなるんですよ。プロで汚い。ほら、ローラーなんだよね。え？当たり前じゃん。ローラーの方が綺麗に塗れるでしょ。塗れんね。ハケ目が出るって。あれですか？ローラーだよ。なるって。どこだよ、おい！あなたとどけんじゃねえか。ちょ、ローラーの方が。外壁だもんね。柄がついてるもんね、塗れるローラー。でもあれ、取る。今週中って言った？取る買ったみたいよ。10時から。置いたの？そう、これに置いたの、あの、なんかシリコン系の？どこまでが OK なのか確認した方がいい。いいじゃん、シリコン。いや、俺は思うけど、そう。でもあるもん。思うなら嫌でしょ。あるもんだで、塗ってくれって言うもんで。塗ってくれちゃったら何の？ん？何？しがちゃん、濡れって言うもんで、ね、しゃあないや、職長が。いやいやけど、話しちゃった方がいいんじゃないのって分からん。やって、やっ。聞いた方がいいよ、それで。え、職人に聞きゃ、いやいいじゃん。俺だったらいいよ。なんか格好つけて、なんか、うんって顔、顔つけて言うけど。格好つけてじゃない。会社のこと、自分の金だもんね、言っとるんだって。いやでもこれやってるからな。格好つけてないと本当にムカついてきたらカメラ止めろ。チェック止めろ。違う違う。だけどやってみればわからんじゃん。じゃあ俺でも手に洗ったのってんじゃない。格好つけてるからね。面白いね。ちょカメラ止めろ。マジで言うと思う。はい。すいません、着きましたけど。のんきにオレオ食べてますけど。着いたの？かっこよくないし。なんで視聴者の皆さん、甘いムックと言われてる。これ動画の続きだからだ、本当にな。はい。あの後で、あの後で、あのカメラ止めろって言ってから、まあまあ大事件を見てる。本当に大事件で。それもちょっとね、社員に報告がてら。はい。ましたね。ヘルメットいいですか？お疲れ様です。ごめんなさい。ほんまに睨みつけたんだ。これは冷たすぎです。何それ、カフェオレ？ケンちゃんよお前。明日から来いって勝手に言ったんだろ。明日から来いって勝手に言った？来い来いとは言ってない。なんて言ったんじゃん。来いじゃないですか。いや俺は昨日なんか出てるのたまたまペコちゃんから聞いたんかな。ああ。まあまあそんな感じだろうと思ってたわ。まあこの動画でも最初に言ってたけどな。どうせカンタはそんな感じ。でケンちゃんに昨日電話したらなんかカンタが来いって言ったもんで来たとか、なんかショーガーとか言ったもんで。まあちょっと電話で、まあそんな怒ってなかったんだけど。はいはい、で今日今ドバイ行ってきたの。ねえ、どんだって言ったら。いやもう昼だからとか。ねえねえとかしんどいとか言ってるもんね。だから無事ゲーで。もう途中でカメラ止めて。マジでそれぐらいもう俺もマジ切れだから多分もう帰ってったぞ。もうやめてけ言ったで。えっマジか。いや首にしろって聞いたもんね。いや首にしんって別にって興味ねえそんなことって言って、自分で決めろって言って帰ったんすか。うん、途中から動画になってないけど、もう帰ってもってというかもうやめた。俺やめた方がいいって思ってるしな。そういうドッキリですか。いや本当にドッキリじゃないって、本当にマジギレだって、俺本当にマジギレ。ミヤもちょっとテンプルプルプルって震えたと思う。震えてないですけど。ミヤもう帰るぞ。言ったらもうミヤプルプルプルって震えた。そんな震えてないですけど。小鹿みたいに震えたもん。これは持ってます。震えてないそう。うん。マジですか。まあもういいか分かしらんな。まあこれ動画にしていいのかどうかわからんけど。まあケンちゃんから確認取るけど、まあケンちゃんにみっともな、ケンちゃん嫌なとこは全部確認。してるけど、まあ俺はもう納得してない。まあぶっちゃけ連絡もこんかったし、まあリュウジが昨日電話がってきて、まあぶっちゃけまあこれ P 入れてほしいけどって来たのもやりすぎでしょって、甘すぎるわって言ったんだけど、で俺は10万か15万ぐらいで、まあ、営業やりたいって言っておいてな。あ、はい、やってその代わりまあ朝だけドバ来るとかで、免許なくなるやつだな。朝だけ手伝うのか昼だけなのか知らんけど、まあ、アルバイトがてら、まあ、生活のな足しにみたいなぐらいの思ったけど、まあ歯だし俺からしたら、それがまあリュウジから言ってくること自体も俺はおかしいと思ってるから、ケンちゃんと俺が話す話でしょって、って思ってます僕は。ごめんな。別にお前らが友達は別に俺何も止めんよ。
うん、ただそれだけど、別にうちの会社こん、そんな甘くねえもん、お金も。あ、多分許さんと思うよ、多分今回は。いや、変わる感じはないと思っとる、俺は。その言い合いになって、うん、何で言い合いなんですか。いや、ほんと最初はもうたわいない話から始まって、まあチクチクとそういうので、まあイラつくじゃん。ってそんなもんさ、エレーとか、ちょっと現場の方がよっぽどエレーでしょって、そんなことねえよとか言ってたけど、そういう、まあまあ、だそのスタンスだよな。だって、まあ、言い方悪いけど、まあこれ使ってほしい、まあケンちゃんが聞いとってもいいけど、どうもねえじゃん。もう免許なくなるって言ったから、まあ免許なくなるって言ってもいいよな。あの年だし、ほらねえぞ。その心構えが別になってねえなと思うけど、でクビにしないでいつでもしろみたいなこと言ってたけど、ケンちゃんもわーって言ってたもんね。言い合いだったもんな。最初冗談のちょっとノリの一言で始まったんですよ。そうそう、なんか何て言ったの、何かっこつけてみたいな、うん、俺もチキチキって黙っとったけど、黙っとってなんかその冗談で話したんだけどで、じゃあペンキをなんかどうのこうのって言ったの。こんなもんダメだよって、ローラーじゃんって言って、塗装職人聞けへんやんとか言ったら、いや、リュウジに言われたもんでとか、リュウジに言われたじゃ何でもすんのみたいな、まあそういう話からよ。まあそんなんじゃないでしょって、お互いに気づいたこと言い合うのが仕事でしょって俺は思っとるから、別にリュウジこうした方がいいんじゃねえのとか、うん、ごめんな。いや、本当にその話で来ておる。もう昼飯も食わずにこのテンションで来ようと思ってカンタが来いって言ったもんで来たとか、まあ、そうはもう分かるじゃん俺も。でそれをもう俺も溜まっとったやつを出してなかったんだけど、別の企画を考えとった、もともとは。あ、そうなんそうだな、まあ、昼どうせサボっとるだろうぐらいな、サボりチェックではないけど、いじって帰ってこうぐらいな感じだったんだけど。まあどう思ってんの、まあ俺ばっか喋ってもしょうがないね。まあでもその営業、うん、営業をやりたいっていう感じだったのかちょっと分かんないですけど、うん、でも取ってこれるかどうかは分かんないから、うん、なんでその分なんていうんですか、ちょっと頭を回らすなんか一緒じゃないですか。あ、まあ、本気で営業だったらもう取れるじゃん、もう飛び込みは。そんなドバに積み込む人だって釣りからもらうだけだから、そんな顔広くないでしょ。まあ厳しい方、うん、まあこれケンちゃん見るでどこ前かは、まあそれはケンちゃんも言ってるけど、本気だったら飛び込み行くでしょ。だから10万15万でまあ午前中出て積み込みちょろっとして、手伝ったり明日の段取りぐらい午前中やって、で別に昼から自分の仕事をして、で夕方までやって、まあちょっと顔出してもいいわけじゃん。俺そんな感じなのかなと思ったんだけど、なんか朝からまんまで積み込みするみたいなこと言ってたろ。まあそれやろうと思えばやることあるよ。なんか今日もタラ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 な親父やっとるわけじゃん。うん、やっぱ嫌やん、その。分からんです、うん、まあ分からんけどな、本人なんて今日すいませんって言ってくるかもしれんし、この動画見て、うん、やりたいって言ってくるかもしれんし、正直どこまでの気持ちがあるか、まあ、そこだけだよ。分かんないですね。だって気持ちがあれば何でもできるじゃん、だって別に。ああ、まあ、まあもう被験くなってきたのもあると思う。でも折れるしかないじゃん、もう。まあまあ言い方はいいけどさ、まあ本当俺のこと、まあこれ動画になってもう止めてからかな、てめえ俺のこと誰だと思っとんだって小林和之だろって言ったもんね。そうじゃーって言って、小林和之なんだその態度って言ったけど、まあでもそういうことじゃん、もうしょうがないもんな、俺が社長の以上自分で会社やるから、まあもうそれしょうがない、先輩だろう後輩だろうかな。俺も立てるとこは立てとるつもりだけど、仕事は別なもんね。な、申し訳ないけど、そこに好きとかも嫌いの感情もないけど、うん、まあ別に友達で酒だって仕事やる前から飲んどるってな、ずっとたまにな、うん、仕事やんだ元気してますかって言って、まあ、そこからの始まりだよな、一緒にやりましょうっていうのは。別に友達としてはいいけど、仕事は一緒にやるの嫌だってやつもおるじゃん。で今の状態で俺も一緒に仕事したくないから申し訳ないけどね。結構俺は来とるよマジで。思ってるよりも、まあ、この昨日その今日の行動を見とると、うん、まあ変わらんなって、もう昔から同じだなこの人って感じがするし、でお前ら見て影響を受けとんの。若いやつが頑張っとるで、松田君も言うじゃん、うちの人間ってマジで本当に自動操縦じゃん。じゃ会社がなんか言うわけじゃねえじゃん、すごいって言うじゃん松田君も、こんな会社ねえって。
だからそこに水差すようなことしたないしなと思っとるし、弱くなるでな、やっぱ。おはようございます。おはようございます。ブラスはどんな下から出てくるんですよ。ケイちゃん、そうっすね。走ったって言われから、いや、なんかショウが話したっぽいですね。ショウに電話あったらしい。ショウにも話した？いや、違うんですよ。おやすさんがめちゃくちゃ喋っとんですよ、みんなに。ブワーってもうドバ帰ったら昨日5時半ぐらいですか。おやすさん持ってえ、父ちゃん持ったもん。そうそう、どうしたんですか。ガスをやめろとか言って、おめえも黙ってやーって誰も言ってるもんな。仲裁入んだとか言って、やらーやっとんかなと思ったら、もう来る人間、来る人間もずっともう喋り回すずっと何やってんだこの人と思って。そこは動画になってないんだ、しかも。あ、そうなんですか。お前ちょカメラ止めろとか言って、それでもちょっと撮ってもいいぞと思ったけど、さすがにもう腰もちょっとこんなんなってないっすけどね。いや、おやすさんなんて、おやすさん見えません、見えませんって言って、見えてしやばいやつじゃないやばいやつです。仕方がたかーいって言った。お前、普段やらせるんですけど、はい、しませんでした。おやすさんなんて、そのシミュレーションやってましたよ。何、おやさんがケンさんと社長が雇ったことをあいつ使ってシミュレーションだよ。こんなとったぞ、顔見てこんな顔が近かったんだぞとか言って、近いのにこれぐらいだよ、おやさん見てくれ。ケンちゃんそんな感じだよな。本当にケンさんも近寄ってくじゃないですか、うん、だからもう余計に顔近づいてんで、お互いにもうケンちゃんも近かったもん、うん、そんなこと言うけど勝手に材料買うなお前。やめて急に変わったな。でもごめんね、ケンちゃん謝らなかった。ケンちゃん謝らなかったけど、ショウの一言謝っとかない。ショウは親父さんから電話あったって言ってました。その瞬間、そうそう、終わったその瞬間親父さんから電話あった。俺はもう勝手にしちゃいけない、もう それを言ってた。俺は勝手にしちゃいって言ってたので勝手にしたんだけど。マジですね。まあ、俺は正直、まあ、今でも全然気持ち変わってないね。戻っておいでって言ったのに、まあ、それじゃあうちでは通用しよう、そんな甘い会社じゃないよっていうのは今でも思ってます、ね、私も。自信して一人置いてた方がいいもんな。その話もしとったんですよ、うん、だ結局予定組まんかったら竹谷さんもその7年になるもんで、そうそう、昼から営業回るんだったらスケジュール自分で組んで飛び込みなんて何でも、うん、そうそう、そのスケジュールは僕らに教えてくださいって、うん、っていうのを話した。うん、なかなかやってる。楽な方、楽な方に逃げちゃってるだけだもんな。はい、まあ、まあ、まあ、でもあっちで撮っとるか。まあ、締めは向こうで締めとるんで。撮ってます。はい。あ、そうそう。皆さん、ここで宣伝が入ります。足場資材の、 あの買い取りで、その他工具の買い取りまでずっと全部ね、買い取り全般やろうかなと思ってるんですよ。で、足場買い取り道場ってあるんで、まあ、ちょっとホームページまだできてないんですけど、まあ、足場材の買い取りはね、今も鉄も値段上がっとるし、結構いい値で買えると思うから。で、やっぱりないんだって、足場の買い取りっていうのは。もう本当に営業マン抱えてやると思って経費かかるんで、高く買い叩かなあかんじゃん。で、うちは営業マン雇わんでも、これ YouTube で来てくれて営業マンゼロでいけるじゃん。そうですね。で、ある程度乗り、ま、何マニュアル化ができたら、ジムとかでもさ、まあ言い方悪いけど、そのね、給料単価の低い人たちでも見積もりができるような表ができるから、ビジネス的には楽じゃん。ああ、表があれば。で、足場材のね、買い取りはもう今がチャンスなんで、もう超高価買い取りしておりますので、ぜひ見積もりよろしくお願いします。超ちょうどルールはまだ決めてないんだ。持ってきてもらうのか、写真で見積もりするとか、まあその辺もだけど、ちょっと相談してほしい、ね、俺のインスタでもいいし、会社の塗り替え道場の方のインスタでもいいんで、足場の買い取りの方、ちょっと俺直接、まあ、スタッフつけとるはつけとるもんで、その辺が手伝ってくると思うけど。そうですか。まあじゃあケンちゃんのことはどう、まあいい、許してくれよ。もう全然、まあ、お前らで決めることだけど、まあ、まあ、まあそれどっちが合っとる間違っとるっていうのはまた別だから。俺はこう考えとる、ケンちゃんはこう考えとるな。塗り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。
ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、まあ、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん、はい、まあ、ちょっとね、なんかちょっとね、ちょっと動画が企画と趣旨違いましたけど、はい、だいぶね、まあ、また塗り替え道場の第2のチームだわ乳首第2の乳首チーム。だからまあこれぐらい建設業なんか本当に、まあこれ一般の方が見てるんだったらこれぐらい厳しいことやって、そんでやっと金合わせるから、それがなんか趣味思考じゃなくて、もうこれやらんとやっとね、そんなもうお金が湧くようなビジネスじゃないからさ、あいにつ合戦でみんなが下げ合いしてそれでも品質高めてやっていくビジネスだからさ、まあ難しいと思いますけど、ね、あのもしこの動画が本当にいいなと思いましたらそれはちょっと高評価いいね、高評価、はい、チャンネル登録、コメント、なんかこう先忘れてこういうやつも。だからぜひ、あとあのイベントね、この7月17日がまたオンラインイベントと、あと飯交換会もあるね。はい。まあ概要欄にちょこちょこ書いてあると思うんで、あの飯交換会は飛びだけで、あとあのオンラインは今度これ面白いのはあのリフォーム会社、本当にすごい有名 SNS で大成功しとる宝塚の社長さんがオンラインセミナー本当やってくれる。友情参加で、もう有名だよ、あの産業リフォーム新聞というところに毎回。スーパーすごい社長みたいなんで紹介されるような人で友情出演してくれるから、第1回はね、はい、それちょっと面白いから、そこ YouTube もやってるしな、いつもたまに出るけど、ゴルフのコンペもまだまだもう残りわずか、はい、もう9位に決まってるらしいんで、もう残りわずかなんで早めに、ね、参加の方よろしくお願いします。はい、せーの、またねー。